増加傾向にある新型コロナウイルスの新規患者。福岡県内では昨日、これまでで2番目に多い156人確認されました。年末年始を控え、収まる気配を見せない中、福岡県は午後5時半から緊急の対策本部会議を開き、県民と事業者への対応を確認しました。今年の年末年始、これについてはいつもの年末年始とは違ってですね、静かに過ごすことが極めて大事だというふうに考えております。小川知事は年末年始の間、帰省の自粛を求めない一方、目的地の感染状況や自治体の呼びかけをよく確認すること、混雑する時期や場所を避けることなど、感染症対策の徹底を改めて呼びかけました。福岡県は今月12日、独自の福岡コロナ警報をおよそ2ヶ月ぶりに発動しました。しかし、病床稼働率は昨日時点で 45.6% と、第3波の影響が医療提供体制に現れつつあります。